では入ってきてください。失礼します。ちょっと怪しいな。もう怪しいです。なんかちょっと共同が不審というか、空気階段の水川かたまり君、はい、よろしくお願いします。今日はね、はい、漫才劇場でイベントがあるということで来たよね、はいはい、そうです。あの、一応僕は漫才劇場風紀委員長ということで、はい、漫才劇場の風紀を正すために、はい、まあ、カバンをチェックさせてもらって危ないものがあったら没収させてもらってるんです。わざわざ東京から来てすごいすごいすごい余計なお世話です。いや、そういう方が一番危ないから。そういう方が何か危険なものを持ち込んで帰っていった場合ね、はい、漫才劇場に迷惑かかるんで。あ、はい、何してんねん。これはあんまそうです。なんで普通におちんちん書きます。いや、さっきもあの優しい図を見てんけど、はい、佐伯がおちんちんの手術したとこやったから。あ、まだ大丈夫。あ、大丈夫です。え、佐伯さんおちんちんの手術した。これ誰にも言ってなかったし、相方の声も知らなかったけど、おちんちんの皮に出来物ができてて、はいはい、それを R1 グランプリの2回戦の前に取ったらしい。マジですか。マジですか。全然知らなかった。で、2回戦は包帯くるくるの状態だった。あ、そうなんですね。っていう話はさっき聞いてんけど、はい、じゃあさっきはね、その優しいズはコンビで来てくれたというか、まあ、ここに読んだんですけど、はい、あなたの相方もぐらさんは、そうですね、はい、今日本当僕ら11時45分入りだったんですけど、うん、11時20分頃、今起きました。東京の自宅30分で移動できれば間に合うと。そんな早い新幹線まだないじゃない。ちょっと待って、ほんなら今はどこおんの、もぐら。今ね、もう今、3時前ですよ。はい、ちょうど連絡来た時に、ね、14時47分ナンバー着だというふうに、来てたんで、もうじき多分すいません到着すると思います。あ、もう間もなく、じゃあ間もなく、はい、このカメラマン連れてくるかもしれない。はい、っていうことね。はい、ちょっとじゃあ座って、はい、すいません、一旦座ってもらおう。うん、あれでしょ、ね、なんか水曜日のダウンタウンの企画でも、はいはい、こういうなんか遅刻、はいはい、失礼します。あ、すいません、お疲れ様でした。いやー、すいません。ちょ、早い早い早い、こんなすぐ土下座するか。おい、安いね、お前の土下座。いやあ、ほんとすいませんでした。早いね、膝曲げる速度早いね。いや、おいそれシャンプーつけとかな。汗だくやん、ほんまに。どういう気持ちだったわけでしょうか。もう、なんか終わったのかなと思って。起きた覚えはあんの、その1回でも。あ、1回5時前ぐらいに、なんかそうです、めっちゃ早くて、なんか LINE、その今日のイベントの LINE グループがあって、うん、それでその作家さんが今日のオープニング V できましたみたいな投稿が朝上がったあって、うん、それに5時3分ぐらいにもぐらがありがとうございますみたいな返信してて、みんなありがとうございますが続いて、11時15分にすいません、今起きました。意味わからん時間に起きてるからや。いや、一回起きてこの間で寝たするからや。なあ、怖い。わかりました。ちょっとじゃあ調べるんで、今から、はい、まあ、あの手荷物検査です。はい、あなた多分超要注意人物なんですよ、はい、一応指名手配犯ですから。全国指名手配犯なんで。全国指名手配犯です、はい、本当に吉本のなんかマネージャーしか見れない、うん、なんか吉本芸人全員が載ってる名簿みたいなのがあるんですよ、うんうん、まあ、名前、生年月日、住所とか全部載ってるやつに、空気階段鈴木もぐらの横だけ米印注意って書いてある。ブラックリストやんか。それを社員さんに消してくださいって言ったんですよ。じゃあ消してもらっていいですかって言ったら、これもう俺の力じゃどうにもならない。相当上の方じゃないと。上層部が目つけてんねや。上層部じゃないといじれないらしい。じゃあまずは、はい、かたまりの方から出してもらうね、はい、僕はでも本当にこ一泊やんな、ね、今日一泊。これなんかちっちゃない、これだけ。僕はこれだけ荷物、基本もうこれぐらいしか持ち歩かない。少ないな。ちょっとほんまに全部見るんで、はい、本当に確保してね、はい、まあ、メガネケースね、メガネケース、はい、で、靴下、はい、替えの靴下で、替えの、あ、これがあれですね、はい、ヒートテック。なるほど、はい、ちょっとまあ寒いからね、はい、衣類それだけ。衣類がね、一泊なんですけど、これだけ。これだけです。
パンツはこれなの？いや、パンツは普通に履いてますし、明日ももうこれでいきます。パンツってそのパンツじゃないで、はい、パンツやる、パンツ、ボクサーパンツのことよ。パンツ僕は別に全然買えなくて平気です。嘘やろ。めっちゃ綺麗なんですよ。嘘やん。その履いてたやん、さっき綺麗か、ほんまに綺麗です、綺麗です。これよりパンツも欲しくないで、なんだこれ、何も書かれていない封筒。何これ、あ、これあれ、なんだろう、あ、これあれ、この間単独ライブがあって、その時に中に入ってた、はい、なるほど。お、水飲むなよ。何してんの。何してんの。何してんの。お、僕が変えてしまって、はい、飲むなよ、水貸してる。ここで水飲んだやつ誰もおらへん。どうしても飲みたくて。え、これは何だ、これは何だ、何だ、あ、ファンレターですか。お客さんから届いてるね。なるほど、ファンレター。はいはい、一応ね、お子さんが、あ、ほんま家族や、だから家族で、お母さん、27歳のお母さんと、はい、あと5歳と2歳の娘ちゃんと息子さんやな、はい、で、だから、ね、お子さんが書いてくれたやつや。あ、直筆。塊、おしびちょっと解読不能のメッセージが。でもまあまあ、なんかこの好きだよ的なことなのかな。なんか、ね、一応まあ塊の方はいろいろ思い出せちゃうけど、潜るだけ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 、ちょっと空白が目立ちますね。嬉しいな、でも嬉しい、かわいいやん。じゃあ次財布出してもらいますね。何が、カード結構多いかな。結構多いね、なんかいろいろ入ってる。あ、カード。何これ、これ何、あ、これは、あ、これ、名刺、いただいた名刺ですね。名刺、はい、誰の。あの、ラジオのリスナーの人で、あの、ラジオネーム DT ハンチングさんの名刺。小道具とか作られてる方で、はあはあはあ、でそれで今回の僕らの単独ライブも衣装を提供していただいたんですけど、はい、ほうほう、実際 2.5 次元とか、はいはいはい、本当にやられてる方で、はい、が リスナーさんやったもん。そうです、リスナーさんだったんですよ、はい、で僕が、そのこうヒーローみたいな、なんていうんですか、うん、まあ、その有吉の壁っていう番組で、うん、2.5 次元の企画を自らやってるのを見て、うん、俺も出たいよとか言ってダダこねてたら、うん、その勝手に僕用のめちゃくちゃしっかりしたやつを送ってきてくれて、衣装を送ってます。まだ別に僕は何も決まってないのに送ってきてくれたんです。はい、すごいやん、でも、はい、そういうつながりがあるんやね、はい、で今ちゃんとこう単独ライブに衣装ついてもらったりとか。そうです。もしよかったら漫才劇場の方のイベントもよかったらよろしくお願いします。めちゃくちゃすごいです。吉野家の件めっちゃあるぞ。あ、これはあれですね、あの末広がりずの三島さんが、はい、何百枚かモロテンって言って、はい、なんかいただいているかって。これ一食、ね、無料で食べれるんですよ、牛丼並み、はいはい、期限2020年9月30日その僕三島さんから10枚ぐらいもらったんですけど、うん、これは全部使いました。牛丼食べた、めっちゃすぐなくなりました。こんなものか。そうですね、怪しいものはないか。はい、怪しいか。今まで何か出てきたんですか、財布とかから怪しいもの。今まで怪しいの なんですか、一番出てきたもの。今日のだから電気のメンバーで言ったら、はい、ビスケットブラザーズの原田からは、はい、ほんまにあいつの身に覚えのないパンティ、はい、いや怖いですね、これはほんま怖かった、はい、原田さんもじゃあ何は警察署に本当に本当に通報しかけた。じゃあ危ないものを没収させていただこうか。危ないもあります。これか。なんで DT ハンチングさん。なんで僕らと DT ハンチングさんのつながりを奪うんですか。ちょっとまだ僕の場合怪しんでる。じゃあもぐらさん、はい、よろしくお願いします。何？いやもう走ってきた汗が今冷たくなって、はい、風邪ひこうとして。いやでももう。僕のカバンの中は別にそんな、うん、本当？はい、めっちゃ重いねんけ、パンパン。衣装ちょっと出してくれ、とりあえず、はい、衣装、ね、これね、セッター、はい、これは？あ、これ財布です。これ財布？
ちゃっちゃっ、はい、これ奥さんにあの、うん、これ使えててもらったなんかサマンサダブサの女性もんちゃうレディースの財布ですよ多分そらくね大丈夫もありがとうございます水飲むから、ね、何待ちやねんこれなあすいませんめっちゃ美味しそうに飲むほらやっぱりえいやそれはこのその何吉本のリストの要注意人物、はいはい、消えるわけないよえなんでですかなんでですかっていうのそんな入ってますねいや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 い足洗いそうこれ足用のせっけん、はい、僕足がもう油足でほんと臭いんですよ、はい、今日みたいにこういうセッタのコントとかだと、うん、もう足臭すぎてちょっとやばかったんですよなんでこの足用洗剤だけは普通に持ち歩いてあの洗ってたんです劇場で、はいはい、なるほど寝たする前に劇場のなんかあの生ゴミ捨てるところにちょっと水あるんでそこでこう汚っこれ東京の劇場あるあるですかそう、はい、寝たのところはその匂いが気になるぐらいいやマジであります裸足の時はうわ板付きでも安全中くせえそれは匂いが板ついちゃってるそれはあかんよ、はい、ちょっとこうすごいわなここにね小物を結構入れてるんですよこれは汚いなちょっと待ってよライターとお前年金手帳入ってるやん。あ年金手帳。はい、ちゃんと入ってます。これもやっぱなくしちゃうとまずい。そうやけどさ。なんなん。まあ絶対リュックに入ってるっていう、うん、あればあの思ってれば。すごいね。はい、まあ汚くて もあればいいだけなんで年金手帳ってやっぱり。そのはい。綺麗さではないから。そうですね。綺麗さではないんで。パスポートとかも常に持ち歩いてたんですよ。はい、その身分証明書が何もなかったんで。免許証とかもないの。何も持ってなかったです。あ、あった。あ、そうそう。ちょっと、ちょっともう期限切れちゃったっす。何？なあ、お前ここタンスの奥やと思ってなあ。いや、これなんかもうなくしちゃわないようにっていうことですね。映していいのかどこまで映していいかわかんないけど、これはもう20歳ぐらいの時のやつですね。うん、僕が。そうね。はい。うん。梅田のマットヘルスで受付してたこと。そうなんや。そうです、はい、そうなんや、はい、そういう仕事もしててんないよ、じゃあ最後ちょっと、見させてもらいます、はい、え、これあ、出てきましたこれなくしたと思ってうわ、俺これなくしたと思ってたんで違ってうわー辛いよありがとうございますでも奥さんからいただいてね、財布すごいパンパン財布、奥さんのやつやけども、カード類これはお子さんあ、これそうです息子があ、かわいいいっぱい持ってるやんか、息子さんの写真そうですねかわいいなやっぱこういう、たまに見てこうちょっと力が見るって感じ、ね、はいねベロ出してるのがかわいいですかわいいねはい、かわいいです今日遅刻したのにねお前は遅刻すんなよそれ、ね、お父さんの背中を追わないようにしてほしい ね、そこに関してはね、はい、なるほど、わかりました、はい、ちょっといろいろ見させていただきまして、はい、じゃあ没収するものは、はい今日のギャラです。電気のですか？はい皆さんねリハーサルしっかりしてね、はい、本当だとそこにねいないといけなかったはずのに、はい、いなかったので、はい、今日のギャラを没収します。いやすいませんが今日はちょっとノーギャラで帰っていただきます。もう、はい、でもこれはもう何も言えないっすね。もうノーギャラ一生懸命やりますいやすいませんしょ驚かっちゃった全然大丈夫だよくあるのよいやそうですねすごいですね遅刻癖がもう何も言わへんそういう時はもう何も感じないですまあなすいませんお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございました一刻も早くはいスタッフさんに謝りに行って謝りに行ってきますありがとうございましたありがとうございました失礼します